こんばんは、ナショメナです。新年明けましておめでとうございます。というわけでですね、2017年になりましたね。それでですね、徐々に、やってきました新しい究極テクニカルバトル、強者を追い求める修羅ということで、ワームーのクエストがやってきました。まあですがね、結構もう本当に体力を削られましたので、まさにいろんなクエストが、来まくっていて、ダメージ 46,541 万の4倍もいってしまいました。はい、とりあえずですね、残りのちょっと、精神的体力でですね、一つだけ行きたいと思います。究極テクニカルバトル、強者を追い求める修羅、青の試練編に今回行きたいと思います。一番ね、個人的に得意な青属性の新しい究極テクニカルバトルです。今回はですね、1月1日の午前0時からやってきているということで、全く休ませようとしないこのジョジョ SS の運営図。はい、フレンド選択のところを割愛させていただきましたが、この構成でいきます。コウタロウ、岸辺露伴、シゲチ、シーザー、そして黒キラ、ヨシカゲですね。私の一番得意なパーティーです。まあ、今回このテクニカルバトルは実は初見なので、全く情報がありません。おー、カメオ単体からスタートですか。もうこういうのは逆に怖いですよね。今回はテクニカルバトルということで、青属性以外のダメージが通りません。まあ、逆に言うと、他の属性でぶつかってもね、ダメージが当たらないので、例えばこういうカメオが単体出てきた時は、他の属性でぶつかっていけばゲージは稼ぎやすいですね。倒すことなく稼げるということになります。でエリアスキル威圧があるので、まあ、コウタロウとかが入ってしまうと、使えなくなっちゃいますね。コマンドスキルが。まあ、こんな感じで、まあ、回収には事欠かないですね。この緑の岸辺露伴には、初動ディレイアタックがついてますので、カメオのカウントがちょっと伸びております。まあ、キラはやっぱ移動距離が長いので、ゲージ回収という点では一番向いてますよね。ただこのようなね、なんかずっと同じ軌道に入っちゃうこともたまにあるので、まあ、若干ね、安定しない時もありますね。はい。まあ、多分このダメージはそんなに痛くないかと思います。しげちにね、湧き上がる波紋エネルギーをつけてますので、まあ今の程度のダメージでしたね。さて、じゃあ壁を張ってみましょう。どうでしょうか。ああ、結構硬いですね。マニッシュボーイとかだと、すぐ触るだけで倒せるんですけれども、このカメオは触るだけでは倒せないという感じですね。さて、コウタロウがコマンドスキルが使えなくなってしまいますが、一応削っていきましょうか。とにかくもう第1ラウンドからそんな、とてつもない敵は出てこないと思うので、そしてマニッシュに没収されて、増援到着ですね。ああ、2体刻みなんですね。4体だから、結構出てくるのかと思ったんですが。ああ、出ました。シアーハートアタック。もうなんかトラウマに合いそうなこの硬いやつですね。行動カウント減少量が2。そして、30ヒット以上だと 50% 回復。で、移動終了時に固定3万ダメージと。まあ、以前出てきたやつと似てますね。そして、すごい指の動きでスタートダッシュを決める。接触攻撃でダメージを受けるとスキルゲージは2減るということですね。ただもう今回は壁を張ってますので、フレンドのキラで、移動すればおそらく倒せるかと思います。このフレンドのキラはですね、ソニックブーストとか、焼けっぱち、そして、体力アタックブーストなど、まあよくあるキラの一番テンプレ的なハビになってますね。で、今回コウタロウには、蘇生と最高知能の結晶、そして、ハイコンボアタックブーストにぶち壊し抜けるをつけてますね。とりあえずシアーハートアタックは無事倒しました。まあ、この前のシアーハートアタックの、エキスパートチャレンジの時よりは体力が低い感じでしたね。さて、増援がシーザーとドノバンですね。で、サボテン設置と、まあ、よくある形ですが、ダメージが7ヒット目まで1になる。うん、没収はしてこないですね。ヒットされるたびに自分の行動カウントが2減るという感じです。どの番がカウンターとサボテンですね。まあ、これは普通に倒せるそうな感じですね。とりあえず壁を張ってからキラーで回収して、次のステージに進みたいと思います。
まあ、青属性限定のダメが通るとこなんですけれども、シゲチは本当に万能なので、こういう時には本当に役に立ちますよね。で、スタンバイのシーザーに、青キラをつけてますので、2ターンまではカウンター無効という形になります。ですが、このように、黒キラですとですね、接触ダメージが1なので、カウンターを食らっても大丈夫な感じなんですね。まあ、逆に、この究極テクニカルバトルの仕様を逆手に取ったような戦法ですよね。で、錯乱を食らってるので、このように止まれないという、まあ、弱点はありますね。はい、無事第一ステージはクリアですね。で、今回は何ラウンド残せ ?5 ラウンド。結構長めですね。なかなか、一波乱も二波乱もありそうな感じがしますね。タルカス、狂気。そして、苦痛の石獅子。狂気と、苦痛ということは、もう比較的高太郎では倒しやすい形にはなってますね。あとはブラフォードと、カーズがいます。で、カーズが先制ですね。今ゼロになってますので、リーダースキルで今遅延が入りました。先制と移動終了時スキルゲージゼロ。これはなかなかいやらしいので、リーダースキルでの遅延が必要ですね。で、タルカスは移動距離が3分の1です。うん。で、コンボダメージカットのブラフォード。で、フィールド上にいる吸血鬼が死亡すると自分の HP が回復すると。なるほど。そして、石獅子が、カウントリミットに行動の先読みレベル2ですね。まあ、コウタロウでほとんどは倒せるんですけども、ブラフォードが、コンボダメージカットなので、そこがちょっと嫌なところですね。で、最高知能の結晶をつけてますので、このキリンを、コウタロウである程度拾ってしまいたいと思います。他のキャラで拾うと、動けなくなってしまうので、シゲチが1個拾っちゃいましたね。で、今のようにブラフォードが他の吸血鬼が死ぬ時に回復してるので、ブラフォードは本当削れないですね、この1回目のコウタロウでは。まあ、時止めをすれば、ある程度は削れると思うんですけれども、まあ、どれぐらいダメージが通るかが、今のところ不明ですね。HP がどの程度あるのかが。とりあえず、ブラフォード以外は倒したという感じですね。そして、時を止めて、これで縦勘でどれぐらい減るかですね。200万。あ、でも全然ゲージが減ってない。これは結構ありますね。カウントには余裕があるので、まあ動かれてもまだ大丈夫ですね。まだ動かれる心配はないですね。結構ありますね。大体4分の1ぐらいしか今まで削れてないので、まあ1億はないとしても8000万ぐらいはありそうですね。さて、一応これでコウタロウではおそらく倒せないので、効果コマンドスキルを使わずに、パスして増援と戦いたいと思います。増援はジャック・ザ・リパーにケニー・ジー。あ、ケニー・ジー。まずいな。ケニー・ジーが出ちゃうと、シゲチの壁で削れないので、この子を組み合わせだと、コウタロウでしか削れないですね。なるほど。で、ストレイツもコンボダメージカット。ブラフォードとほとんど似てますね。狂気が 50%。まあ、ケニー G は苦痛が3万。ジャック・ザ・リパーはメスばらまき。そして、フィールド上にあるメスの数に応じて防御力がアップということですね。どうしましょうかね。とりあえず、すぐ動かれるキャラはいないので、ロハンを使ってなるべく遅延させたいところですね。次のコウタロウまで早く回したいところです。あ、でもちょっと、苦痛がありましたね。ケニー G の苦痛に対してロハンは対応を持ってないので、これは若干痛いですね。とりあえず遅延はさせたいので、動いていきます。で、ロハンは先ほどの初動ディレイアタックに加えてですね、蘇生と多色アタック&移動距離ブーストを積んでます。
さて、とりあえず動かれそうなのはジャック・ザ・リパーですかね。まあ、キラ・ヨシカゲではカウントを縮めるが難しいので、これはシゲチでカウントを増やしたいところですね。ジャックの弱点が左下にあるので、まあ、右上に打っていく感じですかね。そうすればおそらく大体当たるかと思います。ん？かわされたけど大丈夫かな。あ、当たりましたね。ギリギリ当たりました。で、キラーは遅延は難しいので、まあ、ストレーツもカウント2なので一手パスしましょう。ジャックなら動かれても大丈夫でしょう。はい。で、ナイフをばらまかれてしまいましたが、ここでコウタロウが動けるようになったので、殲滅していきたいと思います。まあ、やはりブラフォードがちょっと厄介ですね。壁を張らないと落とせないですね、シゲチーム。で、ぶち壊し抜けるの効果で、アイテムをね、敵が破壊してくれますので、まあ、比較的倒しやすい感じですね。まあ、とは言ってもかなり体力がありますね。なかなか今回の究極テクニカルバトルは難しいかもしれないですね。2ラウンドでこの感じですと、まだ3ラウンドありますからね。はい。で、横間でストレイツを削っていきましょう。あー、ストレイツも結構ありますよね。400万ぐらいずつ削ってますけど、なかなか削りきれないですね。うん、でも結構いい感じになってきました。いけそうですね。ただブラフォードがまだ残ってるので、なんとかしないといけないですね。とりあえずケニー G を倒したので、シゲチがまた使いやすくなってきました。これはとりあえず一回パスしましょう。ここで3ゲージいってくれればちょうどいいんですが、来ましたね。さあ、増援が何が出てくるか、多少心配ですが、ワムーか。なるほど。ここでついに、ボスのワムーが登場ですね。ヒットされるたびに、コードカウントは2減ると。まあ、大したことはないと思うので、これはシゲチで壁を張ります。壁を張ってから、キラー仕掛けで倒す感じですね。まあ、シゲチとね、キラーのコンボは非常に有力な組み合わせですよね。さて、いい感じで削れています。まあ、なるべくこれでゲージも回収したいところですね。うん。4ゲージいきそうですね。4ゲージいけば比較的安全な感じです。たまにね、5ゲージ全開だと、先制攻撃をしてくるジョースケもいるんですけれども、今回はいるかどうかちょっとわからないですね。さあ、第3ラウンド。コンボダメージカットが嫌な、そうでしたね。さあ、第3ラウンドは、ワイヤードベック。ルール。狂気と普通。ああ、やっぱり比較的、コウタロウ向けの組み合わせですね。コウタロウありきっていう感じの戦いになってます。で、アブドゥルが今、薬瓶を破壊しましたね。で、インヤバーが先制を持っているという感じがしますね。完全にこのコウタロウがマッチしてますね。接触で倒すと自爆するという、まあ、インヤバー特有のものを持ってます。で、アブドゥルは、最後の闘技。で、ファイヤーボムですね。今の破壊したの。で、カウントブーストを持っています。減少量が2ですね。待機不能になると適正力の HP 全回復、アタック 1.5 倍です。で、ルールは、10ヒットカウンターですね。で、狂気が、60% という感じです。で、ワイヤードベックはカウンターを低確率ということですね。で、イギーもカウンターですね。移動距離3分の1で不動の精神を持っています。
まあ、これは普通に孝太郎で倒そうですね。さあどうでしょう。でもやっぱり結構体力が多めですよね。孝太郎で動いてすぐ倒せないっていう体力なので、1億近いキャラもいるみたいですね。さて、あとは回収して、増援と勝負します。増援が1っていうのが若干気になるんですけれども、大丈夫でしょうかね。何が出てくるのか。前回のエキスパだと、音石でしたね。さあ、何が来る？あ、小石くん。あ、これは先制来そうですね。大丈夫でしょうか。光一くんは先生ですからね。どれぐらいの破壊力か。湧き上がる波紋エネルギーでも結構食らいましたね。で、ヒット数に応じてダメージアップというコンボアタックブーストを持ってます。そして、ゲージ没収も持ってるんですね。最後に1体だけ出てくるところでゲージ没収という嫌なキャラですね。まあ、これはやはり一番いいのはシゲチの壁で倒す形になりそうですね。さて、HP を回復させてから露伴で弱点を生成して削っていきましょうか。露伴はあのダメージは通らないんですけれども、やはりこういう便利なところが非常に優秀ですよね。ゲージを非常に回収しやすいですし、カウンター無効にしてくれるという2つの利点があります。さて、これで壁を張りましょうか。これでただ死んじゃう可能性も結構ありますね。この光一くん体力は今一つわからないので、あ、でも今そうですね、岸辺露伴が本にしたので触れば一応わかりましたね。うん、半分ぐらい削れました。そしてあとはですね、キラヨシカゲで倒しちゃいましょうか。死亡時ゲージ没収を持ってるので、まあこうして自爆させた方が一番いいんですよね。とりあえずこの運営の意図に乗ってみましょう。没収されるとどうなるのかという、まあ次のラウンドの開幕がどうでしょうかね。何か仕掛けてきてるような気がします。さあどうだ。あ、マニッシュ。あー、マニッシュですね。サクラン、で、おそらくこれまたゲージが今10分の1にされたと思うんで、回収しにくいという形ですかね。マニッシュ防御が存在する限り、スキルゲージの溜まりが10分の1になる。で、錯乱が4ターンですね。なるほど。これは確かにゲージがあった方がいいですね。シゲチの壁を張ってマニッシュを倒して、増援と戦いたいとこですね。ただこのマニッシュはそんな強そうじゃないので、まあ、今回のね、テクバと特有のちょっとゲージ回収をしましょうか。ただ10分の1なので、時間がかかりそうですね。ちょっと溜まるところまで飛ばしたいと思います。はい、というわけで一応だいぶ溜まったんですけども、若干問題がありましたね。あの、錯乱があるので、スマッシュで止まれないということで、結構ね、2位のところで止めにくいという弱点がありました。とりあえずね、壁を張りたいと思います。で、今回、光太郎も止まれなかったんですけれども、このマニッシュ意外に体力がありまして、こんな感じで、まあ、残ってくれるんで、光太郎でも回収できましたね。で、光太郎は、最高知能の結晶がついてるので、ゲージが結構稼ぎやすかったです。で、増援なんですけれども、コマンドスキル封印、のマニッシュではないですね。この感じ。目玉を巻くだけですね。
自分の重さをアップするアイテム数ディフェンスブーストですね。サンタナ、大柳健、これもアイテム数ディフェンスブーストでスキルゲージを持っていくということですね。毎ターン終了時、味方勢力全体のアタックと移動距離を 30% ダウンで、スキルゲージを2減少。サンタナは普通のサンタナですね。マニッシュボーイがアイテム数ディフェンスブーストに目玉を設置すると。まあ一応コマンドスキルが使える形だったので、あれですね、ゲージを貯めなくても大丈夫だったかもしれないですね。さて、一応コウタロウの、ね、コマンドスキルを打てる4ゲージを回収したいと思います。大柳に、持ってかれちゃったゲージをね、露伴で再び回収します。コードカウントの余裕は若干あるので、回収しやすいですね。で、これでコウタロウで沈めます。アイテム数ディフェンスブーストはあるんですが、やはりね、ぶち壊し抜けるで破壊できますし、コウタロウ自身が回収してもいいので、まあ、いずれは削れてしまいますね。あとシグチーの壁は、ディフェンスブースト無効なので、その点は非常に強いですね。ただまだ増援が6もいるので、なんかのっぴきならないというね。若干軌道が悪いけど大丈夫かな。いまいちな感じでしたね。そして増援がシーザー・アントニオ・セペリ、ソレイツ、そして、シュトロハイムですね。シュトロハイムは苦痛を持ってますね。おお、シャボンをばらまきますね。シャボンカッターの雨あられ。これ、自爆の固定5万ですね。で、アイテム数ディフェンスブースト持ってましたね。シーザーもアイテム数ディフェンスブーストレベル20。ストレイツもアイテム数ディフェンスブースト、カウントリミット持ってますね。これはやはりアイテムを全部破壊しないとダメージが通らないという形になってますね。これ、ロハンの体力を、ロハンの下にある薬瓶を拾って回復させたいんですが、うまくいきますかね。すぐ先に苦痛があるので、ちょっと難しいですね。ただ、コードカウントに余裕があるので、一応チャレンジしてもいいですかね。固定5万というのは、一応耐えられるレベルではありますね。さあ、薬瓶を拾いたい。ビビりすぎた。これは仕方ないので、コウタロウで削っちゃいたいと思います。さあどうだ。結構シャボンが痛いですね。蘇生をつけてないと持たないかもしれないですね。2万7000もかかってますからね。ターン数が結構経過しちゃったので、湧き上がる波紋エネルギーのね、効果が切れちゃってますよね。最初でゲージ稼ぎをしたのが荒となってますね。ただまあ一応とりあえず削り切ったので、あとはシュトロハイムの自爆をですね、シゲチが食らわないような位置で止めないとダメですね。で、この時を止めた後に対角線にシュトロハイムが飛んでいくので、まあ下の方に行って止めれば一応大丈夫かなと思います。まあキラヨシカゲは巻き込まれても死ぬことはないですし、ジョータロウもね、大丈夫ですね。蘇生をつけてるので、半ゲージ消費で済みますね。特に問題はなさそうですね。とりあえず上の方に飛んでいかないように。ちょっと上すぎたかな？大丈夫かな？これなら大丈夫でしょう。はい。無事倒しました。で、増援が、西浦慶長、ジョセフ・ジョースター。そしてスピードワゴンですね。ロースピードワゴン。で、手榴弾が2個巻かれてますね。この慶長はおそらく死亡時コンボカウンターを持てそうな感じですね。とりあえず、シゲチーの HP を回復させておきます。行動の先読み、手榴弾設置、アイテム数ディフェンスブースト。ディフェンスブースト多いですね。スピードワゴンもそうですね。慶長もアイテム数ディフェンスブーストと死亡時コンボ数カウンター。こんなにこの、なんていうか、アイテム数ディフェンスブーストをてんこ盛りにしてるあたり、非常にいやらしいですよね。
アイテムスディフェンスブーストって意外に対応が難しくて、時を止めたりして対応するのが、まあ普通なんですけども、あとは防御無視のね、スキルで対応するという形になるので、あんまり実はキャラがいないですよね。今回の場合はシゲッチも対応できるんですけれども、まあ、一応アイテムさえ破壊してしまえば大丈夫ということですね。まあ逆に言うとこれ、ムダリオとかのね、ファイアブームとかの方がいいかもしれないですね。はい、一応死亡時コンボ数カウンターに対しては、このね、蘇生で対応できますので、これは大丈夫ですね。一応何ヒットでどれぐらい食らうかは見たいところです。14ヒットで、94,500。ということは、ワンヒット7000弱ありますね。厳しいですね。さあ、最終ラウンド。どうでしょうか。リサリサとジョセフが登場ですね。知略を持ってるリサリサにジョセフ。まあ、一見すると おとなしめなね、スタートなんですけれども、何をこの後登場していくんでしょうかね。まあ、とりあえず、ボスのワムーは後出しという感じですね。まずはジョセフなんですけども、ターン開始でリサリサ先生がいるとアタックが上昇。で、行動の先読みですね。で、死亡した時にスキルゲージをヒット数分減らすと。没収ですね。そしてリサリサ。コンボ数分カウンターダメージ。で、相手のコンボ数が多ければ多いほど自身へのダメージをカットする。コンボダメージカット。またコンボダメージカットですよ。これ正直シゲチなしだと厳しいですね。まあとりあえずこの組み合わせでしたらシゲチで壁を張ってキラーで動く、まあ黄金パターンですよね。それでいく感じでしょうか。ただコンボ数ダメージがあるので壁は、無駄張りします。ちょっと当てられないですね。ワンヒット352なので、普通に当てちゃうとまあ15,000ぐらいですかね。50ヒットで耐えられなくはないというレベルですかね。さて、これで普通にキラで削ります。まあ、体力は結構でもさすがにありますね。ジョセフはこれで撃破。リサリサがちょっとわからないですが、まあ、仮に残っていてもワンモアで倒せそうなので、ああ、完全周回になっちゃいましたね。リサリサも死んでましたね。さて、ここですね、問題は。ワムー登場。そして、カゲリオにシーザー、ダービー、威圧のダービーですね。これ威圧の中に、コウタロウが入ってないのはちょっとラッキーですね。これ入ってたら、やばかったかもしれないです。どうでしょう。シーザー。まず死亡時にスキル没収。7ヒット目までダメージ1。再起不能になると敵全体 HP 全開、アタック 1.5 倍。そしてヒットするために自分の行動カウントは2減ると。で、カゲリオですね。コンボ数分のカウンターダメージ。5ヒット以上いかなかったら味方全体にダメージ。そしてダービーは威圧に、ダメージ 80% カット。減少量2ですね。行動カウント減少量2。接触攻撃でスキルゲージも2減ると。ワムーは壁をすり抜ける。ヒットさせるために自分の行動カウントは2減る。で、奇襲で、先生もあります。で 80% ガットなのでかなり削りにくいですね。まあ、ここはでもコウタロウでいきたいと思います。 80% カットされてますがハイコンの威力で押し切れるという気がしますね。まあ、ワムーが壁をすり抜けるので、まあ、シゲティが効かないですね。他のキャラはこんな感じで壁に当たってくれるんですけどワムー自体がダメという微妙な状態です。まあでもさすがにダメージがあんま通ってないですね。100万ぐらいしかまだ出てないので。ただ、このコウタロウの移動距離とね、行動時間を考えると、いけそうな気はしてますよ。さあ、200万とだいぶ上がってきました。ワムーはもうあと4分の1ですね。まあ、結構余裕がある感じですね。このコウタロウはもう少しまだまだ動けそうなので、まあ、時止めのね、ダメージもありますので、削り切れそうですね。まあ、シゲチの壁もね、他のキャラに巻き添えでワムーも食らうので、そこら辺も大きいですね。はい、無事倒せました。
で、ここで没収シーザーがいるので、なるべくコンボ数を減らしたいんですが、ちょっと難しいですかね。ああ、まあ、シゲチーのね、そうだ、壁があるから、無理ですね。さあ、これでラスト2体。どうでしょう。ボスを倒してますからね。カーズに、ウィル・エーゼベリ。そして、カーズは、やはり先制を持っている。まあ、リーダースキルでね、遅延されました。で、コウタロウが威圧を食らったので、動けないですね。コウタロウのコマンドスキルなら多分倒せると思うんですけども。うん。まあ、特にでも厄介な攻撃は持ってないですね。ヒットされるために自分の行動カウントが2減るということは、カウンター無効にしてしまえば大丈夫ですね。うん。というわけでですね、露伴で弱点を生成しつつ、まあ、コードカウントを稼いでいきたいと思います。まあ、やはり露伴の便利さがね、常に出てますよね。ゲージを回収しつつコードカウントを稼ぐ、まさにこういう時には本当にうってつけかと思います。さて、さらに稼いでいきましょう。これは一応もう壁を張ってキラで倒せる気がしますね。はい。そして、シゲチで壁を張りますか。まあ、本当はコウタロウが動ければ一番いいんですけどね。ちょっと4ターンは長すぎるんで、まあ、手っ取り早くいきますかね。はい、そしてこの配置ですと、まあ、キラがちょうどカーズの対角線上にいますので、まあ、斜めに動けばカーズはハマって倒せちゃいそうですね。まあ、体力も2800万なのでいけそうですね。はい、こんな感じで。あ、ちょっとずれちゃったかな？大丈夫かな？徐々に広がってきてしまってますが、どうでしょう。倒せますかね？あ、倒したみたいですね。はい、これであとはウィル・エ・セベリだけです。あ、セベリもちょうど巻き込んで倒しましたね。はい、おお、ディーバス・オーバードライブ不発です。というわけで、今回は無事にね、究極テクニカルバトルの青クリアすることができました。個人的には結構難しかったかと思うんですけれども、まあ、アイテム数ディフェンスブーストやコンボダメージカットがやたら出てくるということで、それの対策が必須という感じがしましたね。まあ本当にジョジョは、年末から年始にかけて非常にたくさんイベントを用意してくれてますが、もう体力が本当に持たないので、もう少し小出しでお願いしたいと思います。ですね、とりあえず今回は、この究極テクニカルバトル強者を追い求める修羅の青属性をクリアしてみました。まあ、他の属性はまた次回の開催でクリアしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。